星を見る人です。こちら解説の方お二人いらっしゃってます。紹介します。少々お待ちください。はい、では解説の方ですね。先ほどのゲームから引き続きまして、ピンクパジャマさんともう一人、猫さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お一人ずつ自己紹介していただけたらと思います。はい、じゃまず最初に自分の方から。はい、はい、私猫と申します。主に、まあ一応、保証人とプレイとしては、一通りクリアしました。という感じですね。で、主に今回は、賑やかし担当というところで、参加させていただきました。はい。さっき打ち合わせもされてたようで。そうですね。まあ、打ち合わせというか、ほとんど保証人について、マジマさんと雑談してただけみたいな感じですけど。そうですね。1時間の雑談しました。そうです。1時間ぐらいずっとなんか、あ、こんなことありますよね。これこんなんですよね。って感じ。はい。まあ、ピンクパジャマさんは先ほどから継続で、はい、まあ、もう一度簡単に自己紹介しておいてもらえたら。この、すさまじいゾーンのゲームが、オーフルゲームワークです。本当にアフォーゲームが、あまりにも、見るが楽しいから、その楽しいことを、にも、解説したいと思いますから、これからにもよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、とりあえず星を見る人、このお二人、解説をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。一応、上の方から一つご報告があります。ボーナスゲームが発表されました。さっき、なんだっけ、アニモーフでしたっけ、あれがボーナスゲーム3だったんですけど、4ですね。どうしましょう。確か。ボーナスゲーム4の方ですね。FF6、ファイナルファンタジー6の 2%、ニューゲームプラスとなっております。時間の方が、少々ちょっとスケジュール確認しますね。明日かな？明日、現在の予定まあまあ進行しますと、1月10日なので明日ですね。明日の12時5分頃から、ボーナスゲーム4、ファイナルファンタジー6、エニパンセットニューゲームプラス、ます。こちらもお楽しみに。ね、お願いします。なかなかいきなり大型のタイトルが来ましたけど。いや、星を見るとも大型でしょ。これほど有名な RPG なかなかないです。いや、楽しいです。次、じゃあ、ゲーム始まる前に、簡単になんかゲームの概要とか話してもらえたら。あ、そうですね。ちょっと、いいですかね。はい。これ、ちょっと、ストーリーについてなんですけど、はい、星を見る人って、皆さんゲームのこう画面とか知ってると思うんですけど、内容知らねえよって人がものすごい多い。で、その理由が、星を見る人のストーリーっていうのは、取り扱い説明書にしか書いてない。はいはいはい。はい、で、まあ、大体どういうストーリーかっていうと、これ大体でもほぼ全てが終わるんですけど、巨大都市アークシティでは、クルースリーという巨大コンピューターが全てを管理し、そのコンピューターの管理は人々の心の中にまで及んでおり、ほんのわずかでも都市の管理にとって不都合な思考が芽生えた場合、即座にマインドコントロールによってその思考が消され、害のない思考に書き換えられていた。なかなかすごいですよね。でこのマインドコントロールによって人々はクルースリーに感じされているということすら記憶からは消し去られ、何も知らずに暮らしている、はい、しかし人々の中にはこのマインドコントロールを受け付けないものでした。でクルースリーはこの人間をサイキックと名付けて、あらゆる手段を用いてサイキックを見殺そうということを始めたんですね。でこれによって多くの人々が捕らえられて、アークシティに連れ去られてしまう。で主人公の少年ミナミなんですけれども、気がつくとそこにいた。気がつくと。ここは大事なんで覚えてください。
自分が何者なのか、ここはどんなどこなのかも分からなかった。が、ロボットや異様の生物、軍隊が荒れそうなし自分の命、それは南がサイキックに属するからだ。というのがストーリー。もう何がなんだか分からない。なかなかディストピアな、ね、世界のお話ですね。でもなんかこれってめちゃくちゃ情報量多い。そうですね。設定結構がっちりしてて、引き込まれる感じがしますね。しますよね。ここ聞いただけだとね。はい、でもゲーム中では あんまり語られない。語られる。もうあんまり語られないです。で、何が大事かっていうと、主人公の南くんは気がつくとそこにっていうこと。これがね、非常に重要なんで、もうゲーム開始でプレイを始めた瞬間に上がります。それが何なのか。もう、開始してゲームが始まったって瞬間に、あ、こういうことか。わかるの。なるほど。もうぜひとも覚えておいてほしいと思います。なるほど、わかりました。そうです。気がつくとここにいた。そう、気がつくとそこにいた。了解しました。いろいろとぶっ飛んでるんで、結構にやってみると難易度としてはそこまでは難しくない。あ、そうなんですか。そうですね。ほんまにしんどいのは一番最初だけです。お、あとはもう正直 RPG としては刺激がないです。これプレイ中に話すかなと思ったんですけど、今のうちに話しておこうと思うんで、準備中になっています。ヒットポイントの桁がもうめちゃくちゃな勢いで増えていくんです。はい。あ、始まる。いや、まだですね。まだです。いや、戦闘ですね。戦闘中に気づくと思うんですけど、ね、見た瞬間わかるんですけど、ヒットポイントが、なんか30とかなんか、敵の攻撃一撃で15とか食らう。それだけ見たら、え、今耐えられへんやろって思うじゃない。はいはいはい、でも実は戦闘中のヒットポイント表示っていうのは、下一桁が省略されてるんです。下一桁が、はい、省略されてます。なので、30も実は始まった。ゲーム来ましたね。始まりましたね。この BGM とかすごい、いい BGM してるんで、ぜひとも聞いていただきたい。もう始まりそうですね。このタイトル画面の BGM、ファストアベニュー画面はものすごい BGM だね。いきなり座標でグッドゲームグッドラックです。グッドラックです。グッドラック。終わってないです。終わったらか。グッドラックです。セーブしてワープします。良い旅。はい。ワープします。これ何が起こってるかっていう説明をしましょうか。はい。最初の、その座標ワープを使用します。これは、壁抜けの原理を使用した技ですね。その壁抜けとは、単純に取れないマスを移動するだけではなく、マップ1とキャラ座標の情報がずれてしまう現象を含んでます。その、1コントロール、1コンと3コンを3個を使え、左右とか上下を押したら悪いこと、その悪いことができて、それが壁抜けと、この座標はワープ。そして、今リセットしてまた座標ワープをします。これなんでリセットしてるかっていうと、このゲームなんですけど、戦闘から通常戦闘です。逃げられません。レベルが上がると、レベルが上がって仲間が増えると、テレポートっていう能力が使えたりとかして、戦闘からは脱出できるんですけど、はい、普通にこの時点、レベル0の時点だと、テレポートが使えないんで、戦闘から逃げられないんです。なるほど。いやまあ、常識に上がると当然なんですけど、その何も知らないただの少年が化け物とか軍隊から走って逃げれるかって言ったら、そんなことできないですよ。
うん、なので、ちなみにその、この、髪抜けは、上歩行と左歩行でしかできませんけど、その、セーブコマンドを使えばそれが、右と下に、この座標をウォープが使います。で、先ほどからなんでここの場所に向かってひたすら座標を出して移動しようとするかっていうと、この仲間の芝君、新しく出た2番目の子ですね、この子をできるだけ早く仲間にしたい。なんでかっていうと、このゲーム先ほど言ったように結構敵が、まあ、そこそこ強い序盤だけど、で、通常攻撃、まあ、戦うやってますよ、はい、この通常攻撃のダメージ幅が実は固定されてます。通常攻撃だと武器を装備してない場合は0から3ダメージの間でランダムで固定されます。0あるんですか？はい、0あります。まあ0は当たらなかったってやつ。ああ、なるほど。で、まあ何て言うの、2人寄ると術に効力が倍じゃないですか。だからすごいっすよ。あとはお金の管理に関係があって、お金がウィザードリーとかみたいに個別管理です。だから14ゴールドを手に入ったとしても、主人公は14ゴールド、芝君も14ゴールド。はい。平等に入って、まあ、均等に入って。かといって装備を買うかと言われると、装備の必要性もほとんどない。なんでかっていうと、先ほどもお話したように、ヒットポイントがめちゃくちゃない勢いで、はい、今ヒットポイント30とかだとすると、これレベル1上がると、もうマジで、ものすごい勢いでヒットポイントが増える。最高レベルが30ぐらいになると、HP が3万とか。今、画面ずらしてますね。それが歩くより速いです。そうです。このゲームね、NPC とかの移動速度が主人公の速さよりも圧倒的に速く設定されている。先ほどみたいにこう画面をビューってずらす一座標バグっていうか、ね、使うと、その NPC が普通歩くようになったらシュッと移動してくれる。めちゃくちゃ速く移動してくれる。そしてここは、透明、迷路ですね。でも壁抜けでもできます。この歩いてる時になんかムーンウォークみたいな変な別の方向向いてるのにその方向に向かって歩いたりするのは確か壁抜けをしてる移動をしてしてる時だけだったと思う。この辺も今必死に壁抜けしてると思う。壁抜けとかは。で、このセーブをすると、先ほども言った通りに、ずれてた位置情報が反映されるおー、なるほど。そして、アイネちゃん、呼び寄せます。これがすごいですよね。これね、ほんまはね、この左の子、アイネちゃんっていうんですけども、この子仲間にしようと思ったら、そこそこめんどくさいイベントとか、アイテムかなとかを用意しないとダメなんですけど、その辺をすべてすっ飛ばして、この子を一座標でずらせて、話しかける。それに、この木の、の木の実を、回収して、このキーが、この画面、この街の、右にあるはずですが、そのずらしで左にしました。もう本当にね、わきわからないんですよね。この行前でも同じで見ると、わきわかれるし、あと先ほどの木の実を集めてた木、特に何かこうドット絵で変化があるかって言われたらないんです。今、普通に履いてる木と全く一緒で、そこにこう調べるとかじゃなくて、まんま上から乗ると手に入る。このゲームのそのアイテム、拾えるアイテムっていうのがほぼないんですけど、その木の実と、あと重要アイテムになる酸素パイプっていうのがあります。その酸素パイプはもう見えないんです。拾った時に音がピロッっていう音が鳴るんです。
ことすらなれんみたいな、まあそんな感じで、もうほぼ大体の人は普通にプレイしてると、なぜか気付いたら持ってるっていうことが多いです。その代わり、あの普通に手に入れようとすると、大体こう自分自身がどこでいるってか分かれへんっていう形になるんで、斬新ですね。意図して拾いに行こうとすると、あれどこにあったかなっていうか、ってもなかなか迷います。はい、そもそも拾ったこと分かってないです。拾ったこと分かってないです、なぜかこう気ついたら持ってるっていうパターンが非常に多いです、すごい不親切。そう、めちゃくちゃ不親切で、このゲームは戦闘の下っかにキャラクターの絵が出てますよね。はいはいはい、これね、実はレベルが上がるとこのキャラクターグラフィック変わります。変わる、はい、確かにレベル7ですね。そうです、レベルがね、何確か2段階変わって、2段階3段階か、まあ、この状況からちょっとずつちょっとずつ、なんか今ちょっと頼りない格好してるじゃないですか。これがね、ちょっとずつちょっとずつ、なんか凛々しい感じ。最終的にね、確か一番右のアイネちゃんの、サタデーナイトフィーバーって言って通じるか分からない、あ、はいはい、そういう感じのポーズっぽくなったし、ノリノリですね、サタデーナイトフィーバーは。で、まあ、この辺からおそらくそこそこちゃんと戦っていくんじゃないかなと。これは、木の実を回収するためです、これが、ポーションを薬とかポーションを作るための、材料、の実ですね。このゲームは普通に通常アイテム、よくあのポーションとかエリクサーとか、まあ、はい、エーテルとかあるじゃないですか、はい、そういう感じのアイテムで存在するんですけど、店では売ってないんです。で、こういう感じで木の実を、該当する木の実を集めて、はい、人に頼んで薬を調合してもらう。ああ、なるほど。はい、で、このゲームをすごい有名な状態異常っていうか、その敵の技があるんですけど、カリウっていう、非常に悪名高い。さっからチャット欄で参見します。はい、カリウ。カリウ。そのカリウっていうのも、実は薬の調合で作れたり。おお。しかも使います。使う。はい。カリウを使うと、まあ、カリウって食らうと麻痺なんです。麻痺って病気になって動けなくなる。で、じゃあこっちが使ったらめちゃくちゃ強いやんけと思って作って使うじゃん、はい、なぜかこの主人公たちはカリウを飲みます。そして病気になる。敵には使いません。で、このカリウなんですけど、やばいのが、これ、このゲームの、なんていうか、状態異常を回復するのに、この木の実を調合して、カリウの薬を、カリウを治す薬を作らないといけない。それもね、なかなかめんどくさいし、普通にプレイしてると、カリウ食らうと、あーって。で、もうもっとやばいのが、このゲーム、ドラクエとかって、全員麻痺になったら、ゲームオーバーなんですよ。うん、全員が麻痺になったら、動けなくなったら、みたいな感じで、全滅してしまったって。全滅しますね。このゲームは、全員その狩りを食らっても、全滅しないんです。しない。はい、しません。そこでネックになってくるのが、自分たちのヒットポイントが加速度的に伸びる。っていうのがネックになる。はいはいはい。要するにされ続けるのをずっと見なきゃいけない。もうずっと敵に殴られるのを死ぬまで続ける。ちなみにこの、今調合してます。この調合は、その3つの、順番に、フレット、4つを調合します。順番が重要です。そうです。で、このフレットっていう薬なんですけど、何の薬やっていう話になる。このゲームって、ね、敵ごとに、なんかやたら設定が凝ってて、種族設定みたいなのが行われてるんですよ。はいはいはい。人間とか、機械とか、なんか、わけわからへんサイキックとか、
謎の生命体。で、その特定の敵に対して、このフレットっていうのはダメージを与える。まあ、具体的に言うと、通常攻撃のダメージが0から3。はい、で、このフレットは機械系やとか、サイボーグとかみたいな、機械的な敵に対して大ダメージを与えれるんですけど、はい、ダメージが確か25から50ぐらい。お、でかいですね。もうめちゃくちゃ強いです。もうほんまにめちゃくちゃ強いです。でまあ、先ほどの話は武器だとダメージが0から3個でって言いました、はい、で普通に武器をとかを武器とか防具とか売ってるんですけど、はい、防具はヒットポイントがやばくなりすぎるから買う必要がない、はい、じゃあ武器は勝った方が強いんじゃないよって思うじゃない、はい、でも武器は実は武器を装備すると武器の攻撃とダメ与えるのがダメっていう、そう基準値がちゃんと変わるんだ、うん、あ、サンスパイプ、サンスそれに、戦闘を切り替えて耐えたのは、それが、床でダメージ、があって、それが戦闘キャラだけに、ダメージ与えます、そのダメージがそのキャラを死なせたらそれはゲームはオーバーです、それに、金がそのゴールドが戦闘キャラ、キャラ別々が持っていて戦闘キャラだけで払います、うん、そこがあれですね、先ほど言ったようにこうお金が分散されるってことがあるんですけど、このゲームのやばいところがウィザードリーとかだと仲間からお金を集めるっていうコマンドがあるんです、はい、特定キャラクターに対して、このゲームは、ね、それがないんですもう完全に自己管理独立してて、はい、なのでなかなかこう普通にプレイしてるとあれってなるんですけど、こう盲点っていうかなになりやすい。だからここにもキャラクターコロコロ変えてますよ、ね、戦闘キャラクターを。これはお金が足りるようにそれぞれのキャラクターでこう該当するキャラクターですね。でまあ払わせてるって感じ。でまあその武器とかもその武器とかの話にまた戻るんです。その武器を装備するとその武器ごとに設定された攻撃力に固定されるんです。だから敵が強くなってくると防御力が上がってきますよ。すると例えば防御力50の攻撃のキャラクターを打ったとして、そいつに攻撃力30の武器で攻撃したらどうなるかっていうとダメージ0になる。うん、つまりね、そういうことなんです。何が起こるかっていうと、変に武器を買ってしまうと、普通に殴っててダメージが0000、通常攻撃が完全に無力化してしまう。だから普段プレイして普通にプレイするときには、大体やね、2人ぐらいには武器を装備させて、2人ぐらいは素手のままっていう形で進めるのが割とオーソドックスな進め方なんじゃないかなと。なるほど。で、このその先の戦闘で、ポイスンという、敵があって、それに、テレポートが、失敗して、それは良かったことです。これですね、フレットを投げつけると、うん、これが、はい、敵がサイボーグだからダメージが通ってる。あ、さっき出たやつですね、はい、機械に大ダメージ、ダメージは違うかったな。これ結構ね、ダメージの幅があるんで、はい、運いいとめちゃくちゃダメージ与えるけど、運悪いと全然ダメージ取らない、うん、このゲームの RTA っていうのは正直言うとエンカウント運にも結構左右されるし、ダメージの幅でも結構左右されるんで、なかなかこう辛い、うん、実際去年のあるイベントで同じように不祥事とやられたんですよ、はい、エンカウント運と敵のヒットポイントが入ってくると、このゲーム敵は特定の行動を取るんですけど、その行動に逃げるっていう行動があるんです。敵に逃げるんですよ。でしかも戦闘のダメージを言った通り、結構意外にこちらの手にダメージが少ないんです。要するにこいつを倒してリードを上げたいっていう敵が出てきても、ロボットは逃げません。ロボットは逃げない、まあ、特定の敵、何やったかな、確か
敵ごとに通常攻撃とヒットポイントを回復するっていうことは何ですかと逃げるやつ、そういう感じの行動のうちからランダムで選ばれるから、はい、逃げるがあるやつは、まあ、運が悪いと逃げると、うん、でそのイベントでレベル上げしてるときに逃げられたりとかしてて、なんかものすっごい時間かかってました。なんか20分ぐらいひたすらこう苦労してるんです。あ、そうです。あの、まとめたまでちょっと見たんですけど、はい、まあ、キャンセルができないんです、このゲーム戦闘。はい、1回選ぶと、そのミスをしてた ESP コマンドがデフォルトで、ミスしてこれテストプレイしてるのかなこのゲーム。いやー、個人的にはね、テストプレイやってるかとか怪しいから、なんでかっていうと、このゲーム、今、ダメージとか、ESP の技の名前とか、全部ひらがなの。うん、ジャンプとかテレパシーとか全部手がなる、うん、でもあのこのゲームのパスワード入力画面ではカタカナとか選べるんですよ、うん、なのにゲーム中では全て手がなる、ひらがなとロマジと、カタカナにもあるんです、見にくいんですよねしかもこのゲームあの戦闘レベル上がるとき普通あのドラクエとかだとパララララララってレベルが上がった、はい、それが出てこなくて戦闘終了後になんかピロ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 っていう音が鳴るそれになるとあレベル上がったんや、テキストはないんですか、テキストは表示されないですであのステータスもあのこのゲームステータス見てくれるから多分いいんだもんな、あの、うん、ステータスに攻撃力ってないです、はい、戦闘1回で、1回で1回レベル、しか上げませんけど、その後の戦闘で、残り経験値で、レベルを上げました、そうです、であの先ほどの話につながるんですけど、このゲームは、ね、例えばドラクエだと経験値一気にレベルバーって上がるでしょ。上がりましたね。パララララって、うん、あれがこのゲーム1ずつしか上がらないあの次のレベルまで経験値、例えば、まあ、10、20、30と入れるとして、そこにまあ500とかいう経験値が入ったとしたら、はい、1回戦闘でレベル1しか上がらないんで、はい、1上がる、次の戦闘まで1上がる、次の戦闘まで1上がるって形でこうレベルが上がっていく。あ、この辺のマップが割とあの星を向いてバグってるって言われる原因の1個でもあるんですけど、この辺からあのこれ壁なの床なのっていうのがすごい見分けつきにくいんですよ、わかんないですね、確かわからない、今歩いてるの壁壁っぽいけど、普通に実際が。この辺がどん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 もっと見にくいところともあるんで。あ、このテレポートもあの個人個人が判定するんで、一人ずつに。え、一人ずつ逃げる。そう、一人ずつに。わあ。確かにあの芝がレベル15ぐらいとかになると、その全体を脱出させるっていうなんかテレポートの上位版みたいなやつを覚えるんです。まあこの RTA 中では見ることはないです。めんどくさいなこれ。この ESP なんですけど、これもなかなか凶悪な技が多くて、今んとなんか逃げるしかテレポートしか使ってないんです、はい。この ESP のこの先下方にバドエアーっていうのがちらっと見えたの、はい、ね、バドエアー。あれがね、実はめちゃくちゃ恐ろしい ESP なんです。どういう ESP かっていうと、相手の周囲から酸素を奪う、空気をなくして窒息させるっていう、殺意にあふれたような ESP なんです。はい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 。効果としては、確か敵が気絶するんだけど。機械とかでも気絶するんですか？機械は効かないです。機械は効かない、もちろん。はい、なるほど。その辺はしっかりしてる。結構しっかりそういうね、変なところでめちゃくちゃ
そういうところ気にするんだったら、もうちょっとこう気にするとこやろうって思うんで。あのバードエアーが空気で、あと、はい、バードヒーターじゃない、なんかそういう感じのやつもあるんですけど、それはあの相手の熱を奪う、熱をやばすぎる、もうどう考えてもこうやばいことしか想像できないような。そうですね、奪われたらこのゲームのあと割とバドなんちゃらっていうのもあるやつは、はい、敵に対して何かするっていうのが多い。あーなるほど。えバドテレポートっていうのは何する？それはね、あのバシルーラーです。あー飛ばすんだ。そう、敵をぶっ飛ばします。なるほど。このゲームのテレポートの仕様としてあるのが、敵のなんていうヒットポイント参照で確か逃げれるから失敗するから決まる、なんでこう敵のヒットポイントがめちゃくちゃ高い状態だとテレポートは失敗しやすいし、減ってくると逃げやすい。だから通常プレイで逃げようとしてると、まあ、ある程度殴ってからテレポートするから逃げやすいっていう形になります。なんだろう、あらゆるところが手間ですよね、なんかね。現状聞いてる限りすごくプレイ大変そう。いや、でもこのゲームで真にしんどいのは、このテレポートなんですけど、はい、結構あの、今プレッシャー見てると、割とスムーズにいけてるじゃん。はい。でも当然普通にプレイするとこの壁抜けとかできしないんで、エンカウント率がめちゃくちゃ高いんです。もう歩くたびに引き当てくる、歩くたびに引き当てくる。でこう逃げようとするとテレポート使います。はい、テレポートが失敗すると特定マッシュで飛ばされる、特定のマップ。なのであの目的地そばでテレポート失敗したってやってしまうと、その瞬間に、ああって。なのからもう、逃げるっていう選択肢はあまり取れずに、普通に殴り殺していくっていうことになるんで。で、先方の、その ESP を使うとそこそこダメージは出るんですけど、普通に殴ってると0から3。まあ、そこそこ時間かかるんです。まあ、言うて敵の人多いと思う、20から50とか、そういう感じなんで、そこまで強いっていうわけはないんですけど、なかなかこう、それも1回、2回どころか、10回、20回ってなってくると、メンタルちょっとずつちょっとずつ効いてくる。いやすごいゲームだな。やってみると楽しい。一応あのちょこちょこコメントの方でも流れてたんですけど、このゲームには有志が作ったリメイク版っていうのが存在して、あ流れてますね、はい、あのスターゲイザーっていう名前のやつがゲームボーイ版のサガみたいなっぽいリメイク。でもう一個、ロマンシングセラバイザーっていうロマサガっぽい、ね、名前がアウトですよ。あのロマンシングセラバイザーは結構やってて快適な、はい、快適って感じ。その RPG っぽくて楽しく遊んでます。スターゲイザーもゲームオイランサガと対してくれるのは結構楽しくいける。でも自分はやっぱこの無印に面白いのがこのなんか友人感がものすごい。はあ。そういえば、なぜ今稼いでいるとしている、経験値稼ぎをとしているは説明したか、説明 しましたか。あ、まだこれしてない。そうですね、その INA のレベル級。そうです。このゲームはあの各キャラクターそれぞれに 得意な能力 ESP が設定されてて、はい、主人公のミナミ君だとブレイク、ぶっ壊す能力、確か壁とかぶっ壊せたりできるんです。で、あのもう一個シバだとジャンプ、川とか飛び越えたり壁飛び越えたりいう感じ で一番右のアイヌちゃん、はい、この子 その得意な ESP っていうのは非常に肝になる。テレパシーになる。テレパシー、はい、
要するにあの言語が通じないやつを、まあ、その相手を持っていることを読んだりとか、相手に対して意思を伝える。まあ、それが大事なんです。あのこのゲームの最後のイベント、最後の最後のイベントなんですけど、はい、そのテレパシーのレベルが一定以上ないと、重要な NPC に会話ができないんです。なので、それがその十分なレベルまで上がる、確かテレパシーの4やった。レベル4まで上がるのが、その先ほど言ったレベル9まで。という形の、そのレベル9まで。レベリングを指示しています、この人。テレパシーが必要。はい。で、この白いワニなんですけど、こいつがよく、この TA 中では狩られる対象になるんですけど、はい、なんでこの白いワニ狙うかっていう。こいつには耐性がガバガバなんです。あと1ダメージ。成功した。倒した。倒した。500経験値。そう。これがね、前回のとあるイベントでは全然倒せなくて。もうひたすら逃げられればエンカウントしない。ひたすら地獄見てました、ね。500。このゲームでいう500の経験値は、どのぐらいのものですか、ね、相当。普通にプレイして、まあ、もうそれこそ先ほど白番に、まあ、最高クラス。1体500。確か、複数編成で、めちゃくちゃ強いやつ2匹とかで1000とかくれた気がしますけど、でもそれでもワニは確か最高経験値出る。このゲーム中古価格が高いっていうか、ね、このゲームは正直言うとサントラがプレミアモニュメント、開発元のホットビーっていう会社なんですけど、はい、なくなっちゃってて、いや、音楽関係 その権利回りがよく分からへんなって、割と最近、何年前ですか、5年ぐらい前やけど、はい、に、その CD、サントラをこうどっかがちゃんとこう権利とかをうまいことまとめて出したと。でもなんか、当然、いい意味でも悪い意味で有名な会社なんで、そのサントラも結構、それ多分枚数がそんなに作られなかったんじゃない。で、結構プレミア価格も。決して私がこのホトミーとかこの星を見ると、めちゃくちゃこう賛美してるのは、私がワインドコントロールされてるからとか、そういうわけじゃない。皆さんも安心して、星を見るとプレイしてたんだなと。気づいてないだけかもしれない。いやいや、そんなことはない。そんなことない。うん、だってマインドコントロールで、ストライクされたらちょっとぐらい切ってるでしょ。違和感ぐらいあるでしょ。私、そんな何も感じてないんで、間違いなくマインドコントロールは出てないです。このマインドコントロールなんですけど、結構面白い、そのゲーム中に、ちゃんとその設定っていうか、こう、それ生かした会話文があって、はい、テレパシーっていうのは相手の心を読めるんです。はい、そこにいる NPC とかみんな読めるんです。はい、その中に一人、なんか、盗みを働こうとしてる NPC がいたりする。心読むと、なんか、盗んでやるんでって言ってるんですけど、それは処分の対象。処分の対象になります。ですよね。で、そのテレパシーで文章を読んでると、途中でピピピピピって感じ、こう、どっから何か飛んできたんですよ。いきなりこう、改心するんです。そういう。ああ、なるほど。管理されてて。管理されてるっていう。その辺がね、こう、ちゃんとこう。怖い。それは怖いなぁ。だから私も決して管理とかされてない。皆さんあれですね、テレパシー使ってみないと。いや、私多分サイキックなんで大丈夫です。この辺のレベル上げよな、ひたすらこう、白いワニ出てくること祈ってって形になる。この ESP、その戦闘コマンドキャンセルできない。っていう形のことを言ったと思うんですけど、この ESP も発動するのに、まあ、MP 的なポイントがサイコ力っていう。で、このサイコ力が足りない状況でも打てるんですよ。はい。打てはするんですけど、発動しないってなるんで、
結構ね、このキャンセルできないっていうのが本当にこう、くせ者なんです。あ、ありました。経験値高いのエンカウンター。あ、来た？来ましたね。これが割とハグレメタルポジション。スリーパー。ほう。まあ、某モンスターに出てくるようなあれなんてことかわかるんですけど、名前はスリーパー、うん、名前はそうですね。まあ、どちらもサイキックということで何かした共通点はあったりするんでしょう。まあまあ伸ばさないので。そうですね。しかも あちらの方が後発ですからね。こっちの方が先ですから。そうか。そうです。10年、いや10年は言うのが8年と。星を見ると、発売されたのは1987年。僕より早いですね。ほんま早いですよ。その時期に熟練度システムなんてこうぶっ飛んだものとか、マルチエンディングだったりとか、そういうものをこう用意してしまう。まさに奇跡の作品。ああ、それは怖い。いやーもう、それはね、私もね、こんな形でこう、賛美賛美っていう形で賛美しますよ。こう、特にどっかから精神支配とか来てないと思う。で、このスリーパーっていうのは確か人間なんで、はい、人間のまあサイキックかな。なので、確かバドエアーが来てる。103とか食らってますけど。でも、表示上では2桁しかね。先ほどの、これ、一番右のアイネちゃんは、一目で90人ですけど、体力900以上ある。まあ、この発言からも分かると思うんですけど、戦闘で死にこうって、まずないです。もう最初の、ほんまの最初の、通常プレイしてると、最初の南君一人旅、状況で大体そうやな30分から1時間ぐらいかなレベル上げすることになるんですよ、はい、もうその間がもうとんでもない地獄なんです。そこさえ抜けてしまうともう戦闘ではまずしない。残り 2HP。 おやーこれが戦闘経験値。ワニ2匹おお戦だ。ワニ2匹。いやでもなんか長いですね戦闘が。まあ強い敵としてもあるんだろうけど、結構最適化されててこれですか。まあ戦闘めっちゃくちゃ長く感じるじゃん。そうですね。これ普通にプレイしててもこんな感じですし、むしろ変に武器とか買ってるとこれよりも長い。終わらないですよね。ダメージ入んなくて。はい。そうですね、その、逃げるライン、まで近づいてと計算しました。これスリーパーも逃げるんだ。逃げます。確かに逃げます。わあ厳しいな。もうねこの敵の人分の管理っていうのはなかなか大事な。特にこの RTA とかしてるとなんていうの、大ダメージを与える手段ってまあ、ESP とか強力な技がないんで、はい、ちゃんとこう逃げるギリギリぐらいまで削って一気に、まあ、あとは祈るだけって感じな。少なくともその祈る回数を減らすっていう、そのためにもこううまいように調整するっていう感じ。これよこの失敗よ。これが通常プレイしてるとねマジで嫌になる。目的地の目の前とかでエンカウントして、あ戦うのめんどくせえ、逃げるかってテレポートしたら失敗して、こうめっちゃ変な子イカされたりとか。これですね、テレポートをコントロールできなかった。そうですね、これ、ストーリー進んでるのって書かれてる人がいたんですけども、大丈夫です、ストーリーは進んでます。むしろこのレベリングをしてる時点でもうほぼ最終盤。もう言うてしまうとこのゲームめちゃくちゃ自由度高いんで、はい、ゲーム開始直後からもういろんなことがあるで、この
どな右の一番右のキャラクターのアイエちゃん、この子をレベル9にすることが言うてしまうならば、そうやな、必須アイテムじゃないかな。何でしょう、まあ、もう光の玉を、ドラクエ3の光の玉を持ってゾーマに光の玉を取って、もう体力1まで削るぐらいまで。アイネちゃんをレベル9です。もうあとそのワンパンするだけでクリアできますっていうところに近づけてる状況です。今これが。この、おそらくこの TA のプレイ時間のうちの大半は、アイネちゃんをレベル上げすることと、アイネを仲間にすること。これだけに追加されている。今、敵が回復して、それがもうダメージは、できませんから逃げました。回復しました。今のドナっていうのは経験値多かったりする。確か、はい、結構多い方だと思うんですけれども、でもまあ、回復されて倒せないと言ったら、この RTA でのチャートに によって、その3つの敵、が欲しいです。それが、さっきの白いワニと、スリーパーとドナーです。まあ、スリーパーが、一番倒しやすい経験値が多いんですね。そう。ワニも倒しやすいけど、はい、まあ、正直言うとスリーパー一体の方が経験値の量が多いので、極力スリーパーと会いたいね。あとどのぐらい稼がなきゃいけないんですか、ちょっともう少しだと思うんですけど、先ほどのアイネのレベルが7って話があったんで、そこから、ワニだったか、ワニだったかスリーパーが一気に倒してる。おそらく、もうちょっとじゃないかな。見た目で経験値が固まってるからレベルどれやるの分かりにくい。まあ戦闘のこの画面見て分かると思うんですけど、キャラクターのグラフィックが最初の頃と変わってると思う。そうですね、なんか右のアイネちゃんとかはなんか最初なんか手を前の方で組んでるっていう、シャキッとしてきたというか、そう、シャキッとしてきた、ね、ちょっとずつちょっとずつ凛しくなってくる、凛しい姿になってね。あと10分でクリアできるんかねっていうのはあるんですけど、まあ正直言うとエンカウント運次第まあエンカウント運が悪いと、また上の方にエスティメスタイムとかがいじられたりとか、一体何を一体俺たちは何を見せられてるんだっていう、そういう感じのこう煽りを振られてるんじゃないかなと思う。もうなりつつあるのでは。いや、あのレベル自体はね、ちゃんとあの普通にステータスが出てるんですけど、どうしてもこう、ね、腕、私たちがこう画面を見てる限り、ステータス画面開いてくれないんでね、判断しにくいんですよね。操作さんは把握してるでしょ、してると思います。あの経験値の必要な量とかも把握してるはず。ただ最後の決め手がピロンってちょっと音が鳴るだけなんだね。ビビ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 前にレベル8。じゃあ、もう多分、これで上がるか、この次で上がるかっていう感じじゃないかな。多分これではまだ上がるんか。ワニが。あ、でも、スリーパー倒してるからな。確かワニを、何匹やったっけ ?4 匹やったっけ ?5 匹やったっけ、それ倒さないかわかんかった気がするんで。まあ、それが、
こいつが時々逃げたりするんで、結構ダメージを調整して、ESP で1分削る。この ESP もなんか、なんて変なゲージがあるんでしょ。はい、あれ、使う量っていうのを決めてるんです。でこうあれを多くするとダメージが上がる、成功率が上がる、そういう感じの判定。あ、確かになんかピピピピ言ってる気がするな。結構ね、あの目立そうとなんですけど、たぶん稼ぎ終わりです。でここからはもうめちゃくちゃスムーズに。So, but yeah, so the reason why I went into semi-serious time, like not actual serious, but like I did it, I stopped talking while I was counting, is because when I was doing this run in RPG Limit Break, I did sort of a super like, 戦闘してるとね、なかなかこう、装備と、なんていうの、通常攻撃っていうのかな、とかの装備の話をしたんですよ。このテーマの2020の一番強い武器を。実はその1個前の武器も弱いという形に、その半端な状況で熟練度システムが実装されているわけです。その熟練度の上昇量って、熟練度が上がることによって上がる攻撃力の幅よりも、その成長の限界点というか、その上限が設定されてしまってて、本来ならばおそらく効率がどん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 上がっていくはずだったんやろうなっていうのが分かるんですけど、そこまで上がりきることなく上限を迎えてしまう。その結果の見せ売りに行ったのは、その最強装備の1個手前の装備の方が実は強くなる。ちなみに今壁見ていません。壁のは存在してない。これは床なんです。そう、これは床です。そうですよね。いや、何気なく取ってるから絶対そうで。キャラクターを見てて、普通に方向転換とかしてるときには、それは床だと思って。逆にあの、ムーンウォークとかし始めると、あ、こいつ今壁に来てんのよなって思ってます。あ、来た。これはあのこの場所を1セーブして。Just in case you didn't know this, you're actually on a space colony, and we discovered this planet called Aqua that's filled with water, and therefore making it perfect for life for us. これがね、先ほどのが何かというと、このクルースリーを実は支配してた知的生命体、偉大なるイルカ様とオルカ様ですね。シャチか。まあ、偉大なる。太陽哺乳類さん。あの我々人類ではね、あのとてもじゃないけど、果実じゃない。絶対皆さんはこう逆らっていきません。偉大なる生命体で、我々のようなね、あのこうコッパなチリアクタのような、ね、生命体はね、絶対逆らってはいけません。おそらくあれですからね、こう、ゾウとアリ、ゾウ一匹とアリ P が戦うような感じですから。リーダーが代表と。この、イルカ様とかと会話するのに必要なのが、アイニさん、レベル9、テレパシー。このイルカ様たちと会話するためだけに、今までひたすらアイニちゃんと言うのがあります。さて、来ますよ。This will be our planet now. You have two choices. Either come with us, just use psychics, we'll leave the humans behind and we can try to live in peace, or you can remain here on the space colony and just try to live. まあ、要するに主人公たちがこのイルカ様たちと会話できるレベルまで成長した人類だということで、お前らも人類の代表でやろう。だからお前らがあのこのクルースリーにおる人類を代表して、これから先人類がどうするか決めろって形も代表権を委ねてくれます。さすがな。さあ、
ああ、また愚かなサイキックたちが。ああ。ダイナリルカ様に喧嘩を売るなんて。ジールの未来は暗い。で、終わり？終わりです。これはバッドエンド。というわけで。バッドエンドで終わりなんですか、エニーパーセント。いや、これはおそらくあの文字数の関係で少ないんじゃないかな、文字送りの回数が。戦闘ぐらいはしてほしかった。戦闘はないです。もし戦いじゃないなら、あの先ほどあの宣伝させてもらったロマンシングスラバイザー、あるやとちゃんとこのリカ様と戦える、そうリカ様と戦えるルートがある。ぜひともそちらで戦ってもらえたらと思う。悲しい。お、いうわけで、これでラスボスがない RPG。マルチ。なかなか斬新だな。いや、非常に名作でしたね。うん、皆さんもね、これを機会にぜひともプレイしてもらったらと私は思います。やられましたね、これは。どうもありがとうございました。はい、というわけで、星を見る人、はい、解説の猫さん、ピンクパジャマさん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、話せなかったけど、それはありがたく、ちょっと休憩を取りました。まあ、この後も続くんで、ね。そうですね、自分ばっかりやらせて申し訳なかったです。では次のゲームの準備しますんで、全員下がりましょうか。はい、ではどうもありがとうございました。いたします。はい、ありがとうございます。まあちょっと先外して、あ、そうですね、一回あの待機所の方に移動してもらいます。はい、はい、you